配属されて5日目だった。清水、俺たちは常に毅然としていなければならんのだ。情けはいらん。情けをかけたら舐められるだけだ。はい。非国民だ。話をつけてこい、清水。はい。なぜこのうちでは日照旗を掲げておらん。申し訳ありません。主人が出征してしまってからは自分一人であげられなかったものですから。日の丸を掲揚せんのは非国民だ。はい、お助けがあればすぐにでもやります。こいつを黙らせろ。何と言われますか。目障りだ。この犬は軍部の通信を妨害している。本当に申し訳ありません。ゴロ、シッ、シッ、お黙り、シッ、ゴロ、お黙り。清水、あの犬を始末しろ。我々の重要な指令をあの犬ごときに邪魔されてはならん。はい。犬を裏手に連れて行け。ただの犬です。もうこのようなことが二度とないようにしますから。裏に連れて行け。子供らを家の中に。早くしろ。家の中で静かにさせておけ。はい、絶対に外に出す。はい、ありがとうございます。完了しました。よし。家にしよって、この犬も撃てるような奴が、赤が撃てると思うか。被告人か。立て。懲戒の犯行罪で除隊になり、ここに配属された。